バウンティーラッシュフーズフー。ミドルゾーン系の時点で入手したいフーですが、彼の強みは麦わらの一味に対してかなり強く出れる点、麦わら関連の特性が3つもあり、よだめ増加や受けるダメージ減少だけでなく、自身の回避スキルクールタイムを短縮できたりと、対麦わらの一味では超有利に戦いを進められます。現環境よく見かけるゾロは有利属性である青になっていることが多いので、この特性が発動する確率もかなり高いですよね。通常攻撃やスキル1が障害物を貫通したり、シールドに与えるダメージが増加したりなど、麦わらの一味以外と戦う場合でも活躍できる機会はありそうですが、状態上は食らいますし、正直現環境厄介なのは麦わらの一味というよりも UTA、KNG、BBA の3人なので、対して使うキャラではないのかなと思います。とはいえゾロに対して強く出れて、サポートも結構優秀なんで、引く価値はあるのかなと思います。魚バウンティーラッシュ内入りジンベイ。ジンベイの強みは主に2つ。1つ目、能力者に対して強く出れる点。現環境多く見られる能力者に対して与えるダメージが増加したり、攻撃されると防御力が増加するなど有利に戦うことができます。特に杯が相手だと攻撃するだけでマグマグ状態を剥がすことができるので、属性も考慮すると基本負けないですよね。多段であるスキル1も使い勝手が良さそうです。2つ目、鉄拳とは思えないほどのディフェンダー性。ディフェンダーについていて欲しい要素を多く備えており、ダメカットも豊富など、これだけでも十分優秀なディフェンダーなんですが、スキル2が特にヤバいですよね。約6秒間押し出されず KO されるダメージを受けても耐え続ける強固な壁を築きます。アタゲージが 80% 以上だと、どんな攻撃からも守れるのは恐ろしい。回復性能が少し心もとなかったり、シャンクスやオデンなどの非能力者には要注意ですが、現環境フェスゲンの中では最強のディフェンダーと言ってもいいのではないでしょうか。これがいわゆる回転図。バウンティーラッシュシャーロットプリン。超久しぶりの季節キャラクターですが、プリンの強みは味方をサポートできる点。通常攻撃3発目で敵を行動不能にできたり、スキル2で体力を回復し防御力も増加することができます。もちろん自分が戦う時にも恩恵はあるんですが、特性上基本的には味方と同じ旗内にいる。エディット状態やスキル2で味方をサポートしながら戦うのがいいでしょう。他にも敵のスキルクールタイムを遅延できたり、今環境にたくさんいるオリンからの攻撃をカットできたりなど、面白い特性はありますが、ダメ化性能が物足りないですし、攻撃力もそこまでない。吹っ飛ばし耐性や状態上耐性もないので、正直厳しいといったのが個人的評価です。移動速度増加などを利用し、味方の援助がどこまでできるかといったのがプリンで大事なことになってきます。でも可愛いので OK です。さあ食べて。俺でも食えそうだ。嘘。はい、ひょっこりはん。